クワゴマダラ一人の幼虫。長く目立つ毛を持つ、典型的な毛虫。無毒ふくらすずめの幼虫。毛は短く目立たず、芋虫との境界あたりの形態を持つ毛虫は、蝶やガの幼虫のうち、毛やトゲが生えているもの。特にガルイの幼虫で毛が多いものを指す場合が多い。ただし、少々毛の生えた芋虫と、明確な区別はない。 毒毛を持っていると思われて毛未来されることが多いが、実際に有毒なのはごく一部に過ぎず、日本産の画では、毒画カ枯葉ガカ、ひ人り画家、イラ画家、マダラ画家の一部の幼虫に限られる。とはいえ、有毒種のいくつかはごく普通種でもある。全身に長い毛の生えたものや、細かい毛の生えたものなど、様々な形のものがあるが、有毒な種でも、すべての毛に毒があるわけではない。 また毛の目立たないものにも有毒種がある。目立つ長い毛は無毒。毒毛は逆に非常に短く束になっていて、長い毛の合間に規則的に配列している。肉眼では毛が生えているようには見えず、むしろビロード状の斑紋があるように見える。ここの毛もほとんどこのようにしか見えない。これを毒心毛と呼んでいる。毒針毛は抜けやすく、皮膚につくと刺さって、皮内で壊れ。 内部に封じ込められていたヒスタミンなどを放出するため、長い間かゆみにさいなまれる。また、幼虫は大抵さなぎになる時に眉に毒心毛を塗りつけ、さらにそれを成虫が体表につけるものが多い。産卵時に親が卵の表面に毛を塗りつけるため、卵に触っても刺される場合すらある。主要な有毒種である毒が、茶毒が、モンシロ毒がなどはに霊幼虫から、 収霊幼虫の時期に、独身毛を持つ。これらの種では、収霊幼虫の独身毛を、眉、成虫、卵塊、一霊幼虫と次々と受け継ぐことで、一障害独身毛を持っていることになる。毒画家でもマイマイ画のように、一霊幼虫の時期しか、独身毛を持たない種類や、姫メシロモン毒が、スギ毒が、エルモン毒が、大雪毒が、カシワマイマイなどのように、 毒画家でありながら毒心毛を一切持たない種類もある。日本産の毒画家の毛虫では、毒画、茶毒画、モンシロ毒画、気毒画などが毒性が強く、注意を要する。毒画家と同様に、毒心毛を持つ幼虫が知られている。毒画家の毒心毛の束は、幼虫の背面の多くの大切にまたがって、体をなして配列することが多いが、 枯葉画家の幼虫の毒心網の束は胸部に集中して体状の塊になることが多い。毒画家と異なり、長く肉眼でも容易に毛のように見える。刺激を受けた幼虫は胸部を腹側に湾曲させ、この毒心網の束を突き出して外敵に叩きつけて防御する。毒針毛の束が二束ある場所が皮膚のひだの内部にあり、胸部を屈曲させたときに、 初めて露出する種もある。中には、竹枯葉やヨシカレ葉のように、毒心毛の束を頭部付近と、微部付近に一束ずつ持つ種もある。毒ガカと同様に幼虫がさなぎになるときには、眉の内側から、毒心毛を突き刺して植え付けるため、眉に触れると危険である。しかし、毒ガカとは異なり、成虫にはこの毒心毛は付着しない。 日本産の枯れ葉がかで毒性が強く危険なものは、松枯れ葉、クヌギ枯れ葉、竹枯れ葉などである。毒針毛を持つ種類はわずかである。屋根細葉や、その禁煙種であるつまき細葉などが該当する。それ以外の種類は、ヒトリガをはじめ、白ヒトリ、アメリカ白ヒトリ、クワゴマダラヒトリ、カノコガなど毒神毛を持たない種類が多い。これらの幼虫は扁平で毛が少なく、 毛虫には見えないものもある。短い棘が並んでおり、この付け根の体内に毒液の入った袋があり、注射器のように毒液を外敵の皮膚に注入する。これを毒棘と呼ぶ。この型のものでは幼虫の器官だけ刺す能力がある。ただし、イラガカの青イラガ属の幼虫には毒棘とともにビブに毒心毛の束があるので、眉の表面には触れない方が良い。 イラガカの幼虫の大半は、ドクトゲで刺す能力があるが、マダラガカの幼虫の場合、ドクトゲを持つ種は限られる。しかし、ドクトゲを持たないマダラガカの幼虫の代表には、外的に攻撃された時に不快な味のする防御液を分泌する線を持つものが多く、これがイラガカやマダラガカのドクトゲと、系統的に関連があると考えられる。毛虫は、見かけが派手で、刺すものもあり、 また作物や果樹、庭木を食い荒らすものもあるため、人からの評価は非常に良くない。葉桜の季節には、毛虫が目の前あるいは体や衣服の上に降ってきたりして嫌がられることがしばしばある。一般に馴染みがあるのは、庭木の葉を食い荒らす上に毒がある、ドッバルイ、マツカレ派などである。刺さない方では、大型になり、黄色い顔に黒い目の模様がある。 マイマイガの幼虫がよく知られている。マイマイガの弱霊幼虫は糸を張ってぶら下がる、修正から別名ブランコケムシとも言う。秋にカラムシを裸にし、餌がなくなると道路を練り歩くふくらすずめの赤い頭、黒い体のケムシも有名。また、戦後の外来種であるアメリカシロウ一人は、庭木に群生して糸で巣を作り、時折大発生して話題になるケムシである。 マイマイガの幼虫の顔ウの幼虫では赤たて葉や表門ウ,ウ類の幼虫が背中にまばらにトゲ状の突起を並べている。普通は多産するものではないが、つまぐろモ門は鉢植えのパンジー類の寄せ植えに発生することがあり、人間の目に留まりやすい。一般的には農薬を散布して駆除するが、毛虫が成長してくると農薬が効きにくくなることがあるので早期に散布するのが良い。 個体数が少ない場合は捕殺しても良い。また、個体数が多くても限られた枝などにだけ群れている場合は、その部分を切り払い焼却してしまう方法もある。冬場に松の幹に藁を巻き、春先にその中で越冬する松枯葉の幼虫ごと焼却する駆除法もある。小も巻きと呼ばれ、江戸時代から大名庭園などでも行われてきたとされるが、 近年その効果を疑問視する意見もある。梅谷コに庭の刺す毛虫、刺さない毛虫農林水産技術情報協会。2008年8月8日閲覧。毒ル類について、名古屋市役所名古屋市衛生研究所。2015年8月1日閲覧。有毒毛虫類、毒ガとイラガ毒蛾類の独身網。神奈川県衛生研究所。 2015年8月1日閲覧。北海道の毒が皮膚炎の原因毒侵毛。北海道立衛生研究所。2015年8月1日閲覧。キーミンポー。毛虫に困った。アメリカ白一人田辺市内で大量発生。2008年10月9日閲覧。読売新聞。コム巻き害中苦校交換し。兵庫県立大調査。 2008年8月8日閲覧。ニーホチカコ、中井博美、村上良、松村和則、姫路城の松の野小牧調査、日本応用動物昆虫学会大会講演用紙51、54、https コロンスラッシュスラッシュッッシチドドトニーット a c j p スラッシュ nait スラッシュ110006369832スラッシュ。ありがとうございます。